ドラは9万です。お、石橋またこれマンズがどういう形になってるんですか。まあ、ピンズが1面ずつできてますからね、7、8、9にもちょっとなりづらいところで、まあ、ペンチーズを払ってるうちにマンズの1つになればいいなってところなんですけど、はい、あとダンプがねトーンワンコでなかなかいい形、山芋も悪くなかったですね、今見たらね。そうですね、石橋いいじゃんって、まあ、コータだけがこの曲はちょっと悪いですね、うん、タンポもトーンワンコで9万がポツンですね、ドラの9万がね、使いづらいですね、そうですね、うん、山芋は1通もしくはそうですね、単面単品にはちょっと難しいですかね。ちょっと石橋の打牌が硬いかな。お、そうですか。ちょっとペンちゃんの2個残っていうのは結構気になるんですけど、まあ、とりあえずペンチーズは切ってもいいかなと思うんですよ。で3層あたりにちょっとまあ磯切ってますけど残してもいいんじゃないかなと思うんですよね。ドラ引いてどうしますかこれ。一応やっぱ3色見てるんですね、ペンちゃん残すわけですね、はい、ちょっと高くしたいんで、はい、間に合いますかね、こっちの方がいいのかな。ピンズで一面つ完成しました吉田です。そして病持ってきたのはスーピン、これペンチーピン払ってピンズ2面つで面単品の方が良さそうですよ、はい、だから9ピンから来ましたね、いいんじゃないですか、この判断は、重なるドイツばっかり、これちょっと嫌な形ですが切ります。9層ちゃんと取らなかったですね、はい、そしてペイがアンコになりました吉田、追いついてきましたね、あ、これで面単品の形いけるんじゃないですかね、山芋ね、はい、山芋今何点ですか、まだ3万点でトップ目ですよね、これも重なった、チーマンとキューピーのくっつき転売という形で、まあ、3色ここで諦めましたね、はい、はい、まあこれだとドラ引きでまたウッパーマンというね、あの石橋の形の転売がありますんで、高くなりそうですよね、引けるかな、これも残すでしょうね、キューピー引けるんじゃないですかね、あら、そうですか、切ったのはチーマンですか、どうなんですかね、キューピー切っていいと思うんですけどね、9万引きでウッパーマンのその面ピンイペイコドラドラっていう形があるんで、単なるチーマンのくっつきとは違うんですよね、どうだったんでしょう、まあ、ここで結局借り点が入るわけですけど、まあリッチはないですよね、2枚切れたスーピンで考えています。リッチ考えてるんですか、結局ここはまあテンパイは取りますがリーチは打ちません。うん、わあ、ここ長いですね、山井はね、ヤムピンサブロッソ、はい、あ、サブロ、ヤムピンサブロピンなんか簡単に引いて良さそうですけどね、まあ、メンタンピンにならなくてもメンタンでも全然良さそうなところがなかなか入らないので、厳しいですね、ここで入んないとちょっと苦しいですよ、そうですね、ダンプ一応ドラドラでチートイツのいいシャンテンですね、はい、さあイペコになった、これで出上がりが効きますが、さあダンプがドラポン、ドラポンいいシャンテン、ちょっと手狭に受けてますねダンプもね、そうですか、まあ結局トイツになるんでしょうけどね関数ピン、関数ピンが2枚出てるんで関連ピン、同じ2枚出たら関連ピンの方がいいと、そして吉田浩太これリーチ打ちましたね、ウッパーマン、パーマンは、まあ、パーマン高め、あ、これで追っかけられ、病が数ピン切って追いかけリーチ、待ちはスチーマン、マンズ対決だ、うっ、パーマンが来た、これは止まる、石橋どうする、チーピン切ってテンパイ維持です。ウッパーマンは結
構薄くなったんですか。あ、これで出ますね。出ますね。これは大きな上がりになりました。リーチ3色5200点の上がり。いやー、これも効果的な上がり。石橋の親を落としました吉田浩太です。